Hi everyone! Welcome to my Ayu channel. My name is Ayu Dai.今回はね、関西のなにわのスケベーを森さんが来ていただいてのソーシャルエクスペリメント Pick up Girls 第2弾。今日は日本語で、私も本気を出してですね、ちょっと実験をしたいと思ってます。この自慢の美声で、イケメン最強コンビの美声、どちらが女性のハートをもうわしづかみにするかっていうのをですね、身をもって、体現したいと思っておりますので、 Come on 森さん、おはようございます。まだね、本気もう 10% も出てない森さんですけれども、そうです、これが僕の真の姿です。ピックアップガールズ、僕との対決、楽しみにしててください。 Let's try! OK? OK! ホー! Ow! はい、ちょっとよろしいですか、ご質問させていただいて。ちょっと迷ってるんですけど、都庁のなんか展望台というのはどちらかなと。はい、あ、これです。展望台とかあります？あると思います。あ、そう、あ、失礼ですけど、とてもなんかお美しい方ですね。いや、僕も最近東京に来て、ちょっと映画関係の仕事でですね、であまり慣れてないんですが、あまりこういう素敵な方に本当に出会ったのが初めてで、あ、いえいえ、日本語大丈夫ですか？あ、ごめんなさい、日本語ダメなのかなと思って、すいません。今ちょっと道迷ってて、新宿駅に行きたいんです。で、ちょっとこっちに来れば来るほど全然遠ざかってしまってるんで、こっち側に新宿駅があるんですけど、はいはい、東かどうか分かんない。こっち側、はい、ずっとまっすぐ行ってこう行ったら、よくこちらには来られる方ですか？あ、実は私も撮影でこういう機材持ってるんですが、撮影でよく来て1回か2回ぐらいお見かけしたことがあるなと思って、それも含めてちょっと言いたいなと思ってちょっと道をお聞きしたんですが、失礼でしたかね、すいません、なんか突然で、それですごい、私東京はあまりそんなに来て10年ぐらいしか経ってないんですが、初めて。東京去年ぐらい。あ、本当ですか？大阪？大阪じゃない、どこですか？九州で。九州、僕九州行ったことないんですよ。行きたいなと思ってるんですが、私大阪なんです。あ、大阪なんですね。で、本当にすごい孤独っていうか、非常に寂しくて、ちょっと正直なんか恋しちゃったかなっていう。だから普通にお友達からもしよければ始めていただければ嬉しいなと思って、はい、ちょっと今急いでるんで。あ、はい、Excuse me、May I ask you something in Japanese? OK、 あ、日本語大丈夫、大丈夫です。あ、ありがとうございます。東池袋ステーションに行きたいんですが、ちょっと迷ってしまってて。こっちは西、あ、そうです、こちらの、うん、あ、ごめんなさい、東新宿。はい、東新宿なんてあります？あ、いや、東新宿駅っていうのが地下鉄であって、で、新宿だからと思ってここで降りたんですよ。あ、全然わからなくて、ありがとうございます。お急ぎじゃないですか、大丈夫ですか？ ありがとうございます。ここにはよく来られたりとかはします？あ、そうですね。あ、実は私仕事でですね、映画の仕事してるんですけど、こういう機材も持って、で、実はここら辺に来る時があって、まだ道覚えてないので、1回か2回ぐらいなんかここら辺でお見かけをしたような記憶があって、で、実際すごい、本当ですか？でも素敵だなと思ったんで、もしよければお友達になっていただければ嬉しいなって。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。急いでないです。あ、全然大丈夫ですけど。あ、大丈夫ですよ、そこまでも手を、あら、ぜひ何かの縁だと思うので、本当に瞳がすごい美しいなと思って、いや、僕こういうふうに思ったの初めてなんですよ。で、もう本当に良ければ、私も全部名を明かしてる人間なので、なんか少しずつでいいんで、なんかお友達になっていただければ嬉しいな。本当に東京来て全然あまり、こういうふうに思ったことがないので、お仕事でいろんな共演する女優さんとかでも、全然こういうなんか清楚な方っていうのにすごいもうガーンってきました。だから途中から本当に正直道もどうでもよくなるぐらい入り込んでしまって。ボーイフレンドとかいらっしゃるんですか？いや、あ、信じられないですね。いや、僕も初めてなんですよ、こういうふうに言ったのが。本当にだから、もしよければお友達からメールだけでも、もしくは LINE だけでも、普通に怪しくないかどうかちょっと交換してやり取りさせていただければなと。1時から実はインターンなんです。あ、ありがとう。あ、インターン、そうなんですね。え、じゃあ大学卒業した？あ、まだ今大3です。あ、そうなんです、すごい落ち着かれてるんでびっくりしました。いや、大人っぽいですね。若く見られる。あ、そうなんですか。見えないってよく言われる。
そうなんですか。じゃあ、LINE どこかな。ありがとうございます。すごいもうドキドキしてます。Excuse me, may I ask you something in Japanese? Japanese okay? Oh, okay. 日本語大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。あの東新宿駅にちょっと行きたくて新宿で降りたんですが、あのちょっと全然違うトンチンカンなところに来てしまってですね、迷ってるんですが、はい。西新宿駅はすぐそこなんですけど。あ、そうなんですね。そっから行けるかわからないですね。西新宿駅だと、あのそこのヒルトンホテルがあります、ええ、はい。よく来られるんですか、ここら辺は。働いてる。あ、そうなんですか。あの実は私もあの映画の仕事してて、こういう機材持ってて、あの最近ここら辺によく来る時があって、あの失礼ですけど、あの道もちょっと聞きたいと思ったんですが、はい、1回か2回ぐらいあのお見かけしたことがなんかあるなと思って、ですごいあのちょっと前にすごい素敵だなと思っていて、あのもしよければでいいんですが、あの全然あまり友達も少ないので、あの友達になっていただければ嬉しいなと思って、私あのアイヤーダイという名前で活動していて、あのダイと呼んでいただければ。あ、初めまして。お名前はなんて。中井由紀さん。あ、田中由紀さん。すごい素敵な由紀さんと呼んでいいですか。ありがとうございます。あのボーイフレンドとかいらっしゃるんですか。僕も本当にこういうふうに言ったのは初めてなんで、あの、あ、道はでも大体こっちちょっと行ってみます。まっすぐ、はい、ええ、あの歩いてもちょっと長くかかってもいいのでそんなに急いでないので、はい、ただ本当にこういうふうに言ったのは初めてなんですよ私。ですごい緊張してるんですが、よければあの少しずつでいいんで一度お時間ある時とかお会いできないかなって。あ、今これから仕事。あ、じゃあ LINE だけでも、もしあれでもメールアドレスだけでも交換していただければ。すいません突然で、あの僕も本当にちょっとかなりあの緊張してて、はい、自分思考がちゃんとなってないんですけど、あのすごいやっぱりあの憧れてたんで、はい、あのそうです。大阪出身なんですよ私。どちらなんですか。あ、東京で。すごい洗練されてますね。あ、いえいえ、すごいなんか朴訥な自然体の方だなと思って惹かれてしまいました。いえいえ、すごい素敵です。私あの化粧あんまり好きじゃないんで。これ LINE とか大丈夫ですか。あ、でも返すかどうか分からない。あ、大丈夫です。もう全然あのもしよければのお話なんで、あの全然もうこういういきなりのはあれなんで怪しまれてもおかしくないなって思ってるんでアイヤーダイという名前で検索していただければ、あの結構 NHK のラジオとか、まあ、映画制作で出る人間ですので。アイヤーは私あのジャッキー・チェンに憧れてるんですよ。で、あの香港映画 の登場人物が痛い時にアイヤーって叫ぶん で最近ですね、ちょっとその撮影関係でこの新宿副都心に来る時があって、その時にちょっとお見かけをして、たまたまちょっとお見かけしたんで、またあこれは逃したらダメだなと思いまして、あの引っ込み思案の私が非常にこういうのはもう本当にレアなことなんですが、人生初めてです。はい、メガネお似合いですね。ありがとうございます。すごい何とも言えないジャケで、はい、似合ってますね。はい、好きです。すいません、ごめんなさい、はい、ちょっと道聞きたいんですけど、今日大阪から来て、はい、今日着いたんですけど、ここら辺の方ですか。じゃないですけど、東京に住んでるの。あ、住んでるんですか、はい、あ歌舞伎町って。歌舞伎町は駅の方なので、はい、新宿駅に向かって歩いて。こっちですか。この、あ、この。あのなんか変な建物あるじゃないですか。卵みたいな。側が新宿の西口なんですよ。で、西口行ってもらって、はい、左手行って右手行った。東口出て、まっすぐ行ったらもう歌舞伎町ぶち当たるみたいな。歌舞伎町です。左手に歌舞伎町が出てきた。なるほど。携帯とか持ってますか。携帯ね、電池がね、ようわからん状態で、9時の時点で 100% やったのが今見たらもうゼロになるんで、びっくりした、ね、携帯さっき変えてってさっき言われましたけど。なので、あの、はい、青梅街道っていうのがそこの大きい通りなんですけど、右ですね。そこをずっと右に行ってもらうと、はい、もうどんどん繁華街に行って、はい、左手に多分歌舞伎町っていうこの入り口の看板が出てくる。10分ぐらいですか。10分ぐらいだと思う。
ごい。すごい。です。すごい。お二人ともすごいお綺麗なんで、ちょっと声かけてしまって申し訳ございませんですけど、どうぞ。どうぞってよく言われますけど。すいません。ここってよう来ます。いや僕初めて来て、今日しかも大阪からなんですよ。関東の方ですか。いや全然もう東北です。ちょっと危ないです。階段落ちそうなんで。東北のどこですか。僕前この前仙台行ってきたんですよ。あ、そうです。宮城です。宮城、牛タン食べました。あ、そうなんです。めちゃくちゃ美味しかった。逆に地元の方はあんま食べないです。あ、そうなんですか。はじめまして、森です。シェイカーのプレイス。いや、すごいな。暑いですね。え、どこか行くんですか。今友達と待ち合わせ、メンズ、レディース、いや、すごい。ちょっと降りましょうか、ちょっと怖いんで。いや、いいですか、一旦降りてください。大学生やんね、どうせ。どうせって言った言い方は、僕もう41やから、もうおっさんやから恥ずかしいけど。彼氏てはる、はい、なるほどな、なるほど。いやすごい色白で、すごいよく白いって言われます。いや白すぎやろってそうです、ロシアかみたいな全然、いやロシア、いや白い人好きなんですよ。あ、そうです。彼氏って、はい、もうだいぶ長いですか。2、3年、まあ、半年前に会ってたらね。どうですか。ちょっと分かんない。ちょっと何言ってるか分かんないって、あの東京弁でガッて言っていただいて。いや、いいですか。そうなんや。お名前だけでも、下の名前でも。いや、東京の方ですか。あんま慣れてないんです、東京。え、来て初めてみたいな。ちょっと分かんないです。いや、ごめんなさい。あ、すごい。すいません、こんにちは。はじめまして、あの、森と申します。関東の方、ここら辺の方ですか。すいませんって。お忙しいですね。出ました。ちょっとあのドリカム歌ってそうやね。ドリカム歌ってそう。大好き。いやすごい疲れた。お隣でちょっと休憩させていただいてよろしいですか。すごいなんかあのクリスチャンルブタンかどちらかでしょうか。すいません、ちょっといいですか。あ、すごい背高いですよね。いやめっちゃ背高い人好きなんですけど、ごめんなさい、無理ですか。背高い人好きだけ覚えておいてください。ありがとうございました。背高い人しか愛せない、なぜならみゆきちゃんが168センチあったからです。すいません、突然すいません。キミツで森と申します。あの大阪からちょっと今日新宿に遊びに来まして、どう考えても可愛いやろっていう人に声をかけてくださいっていう今日の目標なんですけど、2人ともどう考えても可愛いやろっていうことで僕のあのスカウターにヒットしてまして、びっくりしたって言われてもね、前から来てね、なんか東京の方ですか。はい、いい、その冷たい感じ僕大好きなんで、もうちょっと厳しい懸命に言っていただけたら。大丈夫、ごめんなさいね、もう気持ち悪いですか。もうダメですか。もう迷惑条約禁止条例に引っかかる感じですか。大丈夫ですか。わかりましたね。なんかあの BGM みたいな感じであの聞いていただければ楽しいかなと思うんですけど。厳しいですか。もう僕今年も42になるんで、あんまり無理できないんで。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございました。なんだよ、室井さん、やっぱあいつそういう女だったのか。ああ、信じて損した。次行こう、次。こんにちは。はい、ハワイ。
My name is Mori. Mori-chan. Where from? From Germany. Germany. I like Germany. Yeah. Sightseeing. And yeah, living. Four weeks. Yeah. Very, very stylish and beautiful. Thank you. Yeah, more. Okay. I'm more. How do you know? Fall in love. Okay. With you. Yeah. Okay. In English. Yeah, thank you. Yeah. I will go. Thank you. Ah. What's your name? My name is Anastasia. Anastasia. Yeah. 素晴らしい。Marvelous. Thank you. これです。また会いたいです。よろしくお願いします。バイバイ。今の例えばそういった生の反応とかをぜひ、すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとカメラ撮ってまして、日本の女性がそのこういうふうに、まあ、いわゆるナンパされたらどういう反応するかっていうのを海外向けに、This is social experiment。カメラ is there。And this is on YouTube で。あの。アップロード OK。Experiment about picking up girls. Oh, in Shinjuku. Just beautiful. You're beautiful. Truly. Okay. Yeah. Upload. Okay. It's okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Where can I see it? Yeah. Thank you so much. Thank you. Obrigado. Gracias. Guten Tag. まあちょっとね本当にアップロードできて。ね、本当言っていただいて素晴らしかったね。大好き。最後の本領だね。本当にバックパック重たいですか持ちましょうかって言いたかったんやけど、森さんもお疲れ様でしょう。そこまでの英語ができないみたいな、まあ、以上でちょっと、okay. 新宿これかな。久しぶりのこれもうコード触れてますよ。こうしてこう